はい、長らくお待たせいたしました。やっぱりベンチャーズでないと、すごいタイトルですけど、今日2バンド、出ますけど、今日たまたまその2バンドをちょっとブリッジした関係で今日進行させていただきます。7つの胆石を持つスミと申します。よろしくお願いします。それでは最初のバンド早速、入っていただきます。ノンチャーズの皆さんです。一つだけちょっと館内でですね、今日は一応禁煙ということにさせていただきますので、もしおタバコを吸われる方は一度この階段上がっていただいて、ちょっと入り口のところで、スモークされる方はよろしくお願いいたします。それではノンチャーズの、ちょっと、ご紹介をしたいと思います。結成ちょうど10周年ということでですね、普段は東京横浜方面で活動されているということで、いろんなイベントでですね、ショーを重なっているということでですね、今注目のもう女性バンドって言いますかね、お姉さんバンド、はい、ちょっと今言葉を選んでおりますけど、この銀座は今日初研さんということでですね、先ほどちょっと聞いたら孫がもう全員で10人ぐらいいるバンドだということで、これは手強いぞという形なんですけど、今日は素晴らしい演奏を聴かせていただけると思いますが、まあ銀座ということでぜひ張り切ってやっていただければと思います。チューニングはまたですよね、はい、私も初めて今日聴かせていただくんですけど、ぜひいいサウンドで頑張っていただければと思います。それでは、サインがたくさん入ったギターで奏でるはベンチャーズサウンドということで、今日はボブ・ボークルさんの命日だっていう、ご存知でしたか。ボブ・ボークルさん、ベンチャーズのオリジナルベース、最初はギター弾いてました。別にどうでもいいですか、はい、ということで、最初のバンド、ノンチャーズのステージをお楽しみください。
こんばんは。もうなんかここのステージはね、初めてね、それで憧れ の, あの銀座のタクトってことで、もう今日嬉しいよね。ドキ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 しながら、あっという間に今日になってしまって、今のはダイヤモンドヘッドとパイプラインとつながったダイヤラインでした。